今アメリカのポートランド、ポートランドのダウンタウンからちょっと離れたワシントンスクエアってところのショッピングモールに来ています。でこのメイシーズとね、それからノードストローム、それからこのショッピングモール全体を眺めて、つくづく感じたことなんですけど、まあ、やっぱりアマゾンで転売するならね、必需品系じゃない、まあ、もう本当に趣味系のどうでもいいもの、趣味系のものを扱わないと稼ぐのは厳しいだろうなと思いました。まあ、じゃあどういう商品を選んだらいいかですね、その辺のことは、サポートでお伝えしてますんで、どんどんご質問いただければ儲かる商品を見つけるまでサポートさせていただきます。